名古屋大学教育学部教育発達科学研究科です。本学部では子育てや学校教育だけでなく、社会における人材育成や障害学習など包括的な人間形成と発達の問題を教育学と心理学の学問領域から探究しています。少人数による質の高い授業を行っており、国内外での実習やフィールド調査、ケーススタディに重点を置いた科目を提供しています。教員養成の枠にとらわれず、教育学や心理学の実践的研究を展開し、各種教育機関、国際社会や地域社会の期待に応える人材を育成します。